エイブラハムザプルーダー、エイブラハムザプルーダー、エイブラハムザプルーダー1905年5月15日から1970年8月30日はアメリカ合衆国テキサス州ダラスの婦人服製造業者で1963年に同志を訪れたアメリカ合衆国大統領ジョンカイ・ケネディの車列をフィルム撮影したことで知られる人物。偶然にもフィルムに ケネリの暗殺が撮影されたため、このフィルムは後にザプルーダーフィルムと呼ばれ、映像による暗殺の完全な記録として有名になった。エイブラハム・ザプルーダーは1905年、当時帝政ロシア領であったウクライナの都市コ戸ベリで、ロシア系ユダヤ人の家庭に生まれた。ザプルーダーは、ウクライナでは公式な教育を4年間しか受けていない。1920年、 ロシア内戦の混乱の最中、一家はアメリカへ脱出、ニューヨークのブルックリンクに定住した。マンハッタン区のガーメント地区で、服飾製造の職を得たザ・プルーダーは、つまりリアンと1933年に結婚、二人の子供に恵まれた。1941年、友人からの誘いにより、ダラスに移住、スポーツウェア会社のナードスに勤務した。1954年には、 友人と共同で、婦人服製造会社、ジェニファージュニアーズ、インクを設立し、会社は、シャレイそしてジェニファージュニアーズという二つのブランドを生み出した。彼の事務所は暗殺発生現場の DD プラザ沿いのビルにあった。そのビルは、リー・ハーベイ・オズワルドが大統領に向けて銃撃を行ったとされる、テキサス教科書倉庫ビルの通りを挟んですぐ、東隣にあった。 ザプルーダーは民主党支持者でケネディ大統領の崇拝者であった。ケネディがすぐ近くの DED プラザにやってくることを知った。ザプルーダーは大統領の車列を見物しようと考えた。彼はもともとカメラを持って行くつもりはなかったが、秘書からの勧めにより、ザプルーダーは一旦自宅に戻り、家から1962年に購入したベルハウエル社製のカメラを持参して、 大統領の車列を撮影した。ザプルーダーが所持していたカメラは、ベルハウエル車星 414PD 式 8mm カメラで暗殺を撮影した時には中に、コダック車製の安全フィルム、コダクローム E8 が入っていた。ザプルーダーは、大統領の車列を、エルム通り暗殺発生現場に面したコンクリート製のパーゴラの一番西側の橋の上に立って撮影していた。 姿勢を安定させるため、会社の受付係の女性が、背後からザップルーダーを支えていた。この時撮影された歴史的フィルムが、いわゆるザップルーダーフィルムで、全体で486コマ、映写速度にして、約26.6秒の記録である。ザップルーダーは、事務所に帰る途中で、地元紙、ダラスモーニングニュースの記者に会う。二人は、 ザップルーダーが撮影したフィルムについて話し合い、後にザップルーダーの事務所で再び会うことを約束する。記者はその後すぐ、彼の知人である、シークレットサービスガラス事務所の職員に会い、記者は彼にザップルーダーのフィルムのことを伝える。二人は、その後1時間以内に、一緒にザップルーダーの事務所を訪ねた。ザップルーダーは、自分が撮影したフィルムの重要性を認識して、 フィルムを売ることを考えていたが、つい先ほど目撃した光景により、ショックを受けていた。彼は、シークレットサービスの職員に暗殺事件の捜査にのみ、使用するという条件でフィルムを手渡すことに同意する。彼らはフィルムを地元のテレビ局、ワーファに持ち込み現像を試みた。作業の間、ザプルダーは、ワーファの番組に生出演して目撃した暗殺の様子や、 自分が撮影したフィルムについて語り、ケネリが頭部のどの辺りに銃撃を受けたかも話している。暗殺発生から2時間も経っていない頃である。しかし、ワーファは 8mm フィルムを現像できなかったため、フィルムはダラスのコダック社の現像書に持ち込まれ、直ちに現像されることになった。コダック社の現像書には 8mm フィルムをコピーする設備がなかったため、フィルムは 他の現像書がコピーを三本作った後、現像のためコダック社に戻された。ザプルーダーはオリジナルとコピー一本を保有し、他の二本のコピーをシークレットサービスの職員に渡した。彼はそれらをすぐにワシントンの本部へ送った。その晩十一時、ザプルーダーは自宅でライフ氏の編集者から電話を受けた。翌朝、編集者は飛行機でダラスに向かい、 ザプルーダーと面談、フィルムの出版権の購入について話し合いを持つとになった。その夜ザプルーダーは悪夢を見たと言われている。彼がニューヨークのタイムズスクエアの前を歩いていると売店に大統領の頭が爆発するのを見よう。という広告があるという夢である。この夢を見てザプルーダーはフィルムで金を儲けても 世間に自分が見たような恐怖をそのまま見せるようなことはしないと決意した。1963年11月25日、ザプルーダーはライフ氏にオリジナルのフィルムとそれにかかるべての権利を15万ドルで売却した。売却代金は6年間の分割払いでザプルーダーに支払われたが最初の1年分の支払い2万5000ドルを ザプルダーは、オズワルドに殺害されたダラス死刑の警官、j d ティピットの未亡人と子供たちに寄付した。大フ氏との取引には、フィルムの313コマ目は公開しないという条件が付けられていた。フィルムの313コマ目には、大統領が頭部に致命的な銃弾を受けた瞬間が映っている。11月22日ダラス時間午後9時55分。 シークレットサービスのエージェントが、ジェームズ・ローニー長官宛てに、オリジナルのフィルムからの第一世代のコピーと共に、手書きのメモを渡した、ウォーレン委員会文書 CD87。そのメモでエージェントは、ザプルーダー氏によれば、少なくとも、銃弾のうち一発は、死の背後にいた暗殺者から発砲されたようであると、述べている。しかし、ザプルーダーは、後に、 ウォーレン委員会の公聴会で証言した時には、その見方に対する確信が弱くなっていたようである。ザプルーダーはまた、当初銃撃が自分の背後から行われたと思ったのは、大統領の頭部の右側が破裂し、警官たちが彼の立っていた場所の背後にある駐車場をめがけて走っていったからだ、と説明している。事件後、ザプルーダーは、放送関係者やジャーナリストなどに、 フィルムを上映して見せることがあり、その中には当時 CBS の若き記者であったダン・ラザーもいた。暗殺事件はザプルーダーにとってトラウマとなり、彼はその後カメラを買ったり使ったりすることが二度とできなくなった。ウォーレン委員会の公聴会や1969年のクレーション裁判で証言した時、ザプルーダーはその日の恐ろしい出来事を思い出し、崩れ落ちて、 涙を流したという。翌1970年、ザプルーダーは悪性脳腫瘍により、ダラスで死去した。ダラスのエマヌ、エルセメタリーに埋葬されている。ザプルーダーが売却したフィルムのかかる、諸権利は、遺族により1ドルで買い戻された。2013年に公開された、アメリカの映画、パークランド・ケネディアン殺、真実の4日間では、事件前後のザプルーダーにも、 焦点を当てており、ポールジアマッティがザプルーダーの役を演じている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。